村上さんによるリブレオフィスオンライン環境の構築ということで、2018年度版をよろしくお願いします。はい、ただいまご紹介いただきました、アイクラフト株式会社村上と申します。よろしくお願いいたします。本日は、こちらにある通りリブレオフィスオンライン環境の構築、2018年度版ということで発表させていただきます。この内容で発表させていただきます。まず自己紹介なんですけども、村上正樹と申します。本日、懇親会スポンサーを目指させていただいておりますアイクラフト株式会社の顧客サービス部というところに所属しております。本社は神戸にありまして、神戸と、東京都にオフィスがあります。2018年の1月に入ったばっかりなはずなのに、社内ではなんか存在感がもうすでに何十年もいる人みたいな感じで言われております。それまではですね、ほぼ14、5年ぐらい、某、そういうインフラ系の、派遣の会社にいて、運用、システム運用とか、そういったところを、メインにやっていました。なので、開発とかはですね、その運用管理をする中で、大量の CSV を処理するために、Excel で VBA 作ってたとか、そんなのが、程度でございます。はい。今の業務としましては、弊社ですね、データセンター地帯ながらも、構えさせていただいておりまして、そこでお客さんのサーバーとか、運用とかさせていただいております。その他にも、ネットワークですね、アクセス回線とかそういったところの運用保守時々構築をやったりしています。で、リブレオフィス日本版の榎木さんのご協力等もいただきながら、リブレボックス、リブレ PC というものを、弊社で開発しまして、オープンソース環境の PC ですとか、あとこのリブレボックス、アントでご説明しますけども、ミクストクラウドという、ものと組み合わせて、今回発表する、リブレオフィスオンラインと組み合わせた、商品というのもちょっと作って、マーケティングとか営業とかそういったこともさせていただいております。はじめになんですけども、なぜ2018年版かということですけども、昨年の、リブレオフィス関西勉強会の方で、弊社の内藤がですね、このリブレオフィスオンライン環境の構築というタイトルで、リブレオフィスオンラインの、インストール等々について発表させていただきました。で、それ以降ですね、弊社も、いろんな形でリブレオフィスオンラインは、構築しておりまして、その、結果ですとか現象とか若干させていただいたので、それも含めて発表させていただきたいと思っております。リブレオフィスオンライン、略して弊社内では、ロール LOL と書いてロールというふうに呼んだりしております。はい。内容としましては、ウェブブラウザで利用可能なオンライン版のリブレオフィスというところ、当然ながら OSS ですので、いろいろと手を加えて利用することが可能になっております。あとですね、リブロブ、このロール単体ですとなかなか使いづらいツールになってしまっていますけども、ボーンクラウド、ネクストクラウドからは、簡単に呼び出しすることが可能ですので、弊社では、主にネクストクラウドと組み合わせて利用しているというのが実情です。はい。で、世の中ですね、Google ドキュメントですとか MS のオフィスオンラインとか、そういった形でブラウザーから使えるオフィスドキュメントツールっていうのはあるんですけども、それをどうしてもオンプレで使いたい、例えば、LG1 とつながってるようなインターネットに出れない環境とかですね、あとは、どうしても、クラウド上にデータを置きたくない、流させたくないっていう、そういう環境はあるかと思いますので、そういったところでも使えるんじゃないかなというふうに思っております。今回は、コンパイルから行う前提でお話ししますけれども、実際にコラコラさんの方からの Docker 環境も提供されておりますので、このコラボラオンラインデベロップメントエディションコードっていうんですかね、こちらの方で探していただければ、Docker の環境も、簡単に構築することができます。昨年、内藤が発表した内容ですと、結局あれこれ調べてみても、このリブレオフィスオンラインの構築、ロールの構築に関する情報はあんまり出てこないよねということで、自分たちで構築した環境を、公開してみようということでやりましたということなんですけども、そこから1年経ってどうかというと、ほとんど状況は変わっていません。
私どもで検索して、LibreOffice Online の構築とかって、普通に、検索エンジンで検索するんですけども、いまだにあの弊社の記事がトップページに出てきます。実際にやってみていただいたらいいかなというふうに思います。なので、まあ、これを機にですね、もう一回発表して、その中で、自分たちでもこうやったらうまくいった、こうやったらつまずいたみたいな記事がいっぱい出てきたらいいのかなというふうに思っております。で、ここから先、昨年発表した内容とほとんど変わりがない部分が多いんですが、まあ、一応お話しさせていただきます。環境構築としましては、CentOS で、弊社デビアン系よりも、CentOS 使うことが多いので、CentOS で構築しました。ミニマルインストールした状態から各種必要なパッケージを最小限だけ提供していっております。あとは、freenet.org のサイトのところにアップされている LibreOffice Online のを、Git クローンしてきました。で、同じところに LibreOffice Online の方もロールの方もありますので、こちらをインストールしました。で、あとは、WebSocket のライブラリーが必要なんで、こちらには POCO を使っております。はい。で、ロールを動かしているコアの部分は、LibreOffice の単体のものになります。なので、ロールをコンパイルする前に LibreOffice のコンパイルをしました。結構皆さん Ubuntu でやる環境が多いので、そちらの、Ubuntu のベースで、コンパイルしたという記事は結構あるんですけども、意外と CentOS でも簡単ですと思ったんですけども、LibreOffice が 6.0 になった影響か何かなのか、それまではなかったこの謎っていうんですかね、こちらのパッケージがないとコンパイルできねえよっていうエラーが返ってきましたので、こちらを、インストールしました。まあ、コマンドはこんな感じで言っております。で、ここからは去年とほとんど変わりない内容で、この通りにやれば LibreOffice のコンパイルは通りました。ただし、メイクするときにはマシンのリソースがかなりかかりますということで、まあ、皆さん LibreOffice コンパイルからされた方はご存知かと思うんですけども、かなり、待ち時間長いです。待ち時間も長いんですけども、まあ、とある環境で、ディスクの空き容量が 7GB ぐらいあるからこれでコンパイルできるかなと思ってたら、いつの間にかコンパイル失敗して、DF コマンドで叩くと、ディスクの空き容量がゼロになったっていうところ、これ確かにコンパイル止まるよなっていう、まあ、そういう経験もありましたが、まあ、それかなり、マシンのリソースには余裕を持ってコンパイルしてくださいと。でコンパイル結果が必要なだけなので、インストールメイクインストールまではしませんとっていうことですね。で、これ実際に私がハマったポイントなんですけども、ルートユーザーでコンパイルしようとするとルートでコンパイルするなんて怒られました。後で猪木さんにそうだよねっていうふうに言われて、そんなもんですかね。別環境でアスタリスクのちょっと構築案件がありまして、アスタリスクのサーバーをコンパイルするときにはこれ逆にルートじゃないとダメっていうふうに怒られましたっていうところがありました。続いてコンパイルしたんで次はロールのコンパイルだなというところなんですけども、その前に、POCO の、WebSocket を POCO にインストールするというのと、あとは、NPM というパッケージが必要だということだったので、こちらも、インストールをしておきます。で、ロールのコンパイルに行きたいところなんですけども、お話ししている環境が CentOS の最小構成というところなので、日本語のフォントが実はこの環境だと入っていませんので、ここで IPA のフォントを入れインストールして、日本語フォントを表示できるようにしておきます。ライセンスをお持ちの方でしたら、森沢とかいろんなフォントがあると思いますので、そういったものを適宜お使いいただければというふうに思っております。で、ここでようやく、ロールのコンパイルが始められますということですね。で、先ほど、ロールのコンパイルをする前に、LibreOffice のコンパイルをしろっていうふうに言ってたと思うんですけども、下に書いてある通り、弊社の環境では、LibreOffice のコンパイルしたマシンからこの2つのディレクトリですね、これを、ロールをインストールするマシンに対してコピーした環境で実際に動いたっていうのを確認しております。実際に、
このあたりのディレクトリは実際にインストールする環境に合わせて適宜書き換えていただければというふうに思っております。で、ロールがコンパイルできましたら、サーバー証明書環境をコピーします。サーバー証明書は、ロールをダウンロードしたときに、この、オンラインの下のエトセというフォルダの中に、フォルダじゃない、ディレクトリの中に、サーバー証明書関係が入っていますので、これをコピーすればとりあえずは動きます。この辺はちょっと後で説明します。で、ロールのためのキャッシュディレクトリを作成してメイクランで起動します。すると、メイクランするとここを叩けば、テストできるよみたいな、結果が吐き出されるので、この URL です。こちらの URL を、これだとローカルホストになっているので、呼び出すマシンに応じて書き換えていただいて、この通りの URL を叩けば、ロールの動作確認ができます。これは、デフォルトでロールサーバーに入っているハローワールドの ODT っていうのがテスト用に1個あります。でそれを叩くと、ハローワールドって書かれた、リバースライターのファイルが開けるようになります。で、メイクランを下で起動するっていう風にやるとちょっと不都合がありますので、サービス化して、自動で起動できるようにしますっていうところがここら辺の技術になります。サービス化するための、設定ファイルを書いて、書き込んで、リンクを貼ってそれを、システムコントロールシステム D の方に読み込ませて、スタートロールってやることで、サービスとして起動することができます。当然イネーブルにしておけば、サーバー自体が起動したと同時に、起動することができます。で、これだけだとファイルの入出力がとてもややこしい感じになってしまいますので、NEXT クラウド、オンクラウドから、呼び出すことができるというふうになお話をしました。それが、心からお話しするところですね。これは NEXT クラウドの、管理画面になるんですけども、NEXT クラウドっていうのがかなり高機能なアプリ、ソフトになってまして、いろんな、外部のツールを呼び出すことができるようになります。それをアプリとして呼び出す中にこの Office&Text っていうところがあります、項目がありまして、その中にこのコラボラオンラインを、これはすでに有効化されている Next Cloud の環境なので、ここは無効にするってなってるんですけど、実際にはここがまだ呼び出しないときはここを有効にするっていうふうになってるので、有効にするをクリックするだけで、Next Cloud から、ロールを呼び出すための準備は完了になり、準備というか有効化することができます。で、有効化した後には、当然そのロールの呼び出す先のサーバーを指定してやらないといけないんですけども、その設定はもうここに呼び出す先のサーバーを HTTPS から書くだけです。で、これで適用ってやると呼び出すことができます。で、一箇所、ロールの側も書き換えなきゃいけないところがありまして、このロール WSE.xml っていうところに、WPI っていう項目セクションがあります。でそのセクションのところに、ここは許可しろ、ここはそれ以外は拒否しろみたいな記述がありまして、そこのところに、ここに ローカルホストって書いてありますので、ここ、例えばその別サーバーを立てた時には、その別サーバーの、ホスト名を書いてある、同じドメイン内であれば、もう単純にホスト名でいいんですけども、何らかの形でインターネット上から、アクセスするときには当然ここは FQDN にないと通りませんっていう。で、見ていただいて分かる通り、だいたい初期設定だとローカルホストか、ローカルエリアネットワークであれば、呼び出すことができます。で、弊社で使ってみて、ロールとネクストクラウドを同居させた環境で使用してみましたところ、そんなにリソースの使用率は高くないです、正直な話。
NEXT CLOUD もそんなに CPU 使いませんし、ロールも、1個2個開いてるだけでは CPU とかメモリとかそんな使用率はそんなに高くはないです。ただし、これはもうコラボラさんもコラボラオンラインの、FAQ とかで書いてるんですけども、少人数で使えっていうふうに書いてあります。実際に5個も10個もファイルを、ロールから開こうとすると、ロールが固まったりとかそういったことが実際にありました。これってそうだよねっていうところで、もともとじゃあそもそもが先ほどお見せした通り、ロールのエンジンとして使っているのがデスクトップ版の LibreOffice のコアの部分だよねというところに行き着きまして、もともとじゃあワンノードで同時に多数もファイルを開くことを想定してないんじゃないのかとっていう結論に至りました。よし、ならばロードバランサーかまして並列処理してしまうっていう、まあここら辺がインフラ屋さんの常套手段といいますか、1台で処理しきれないなら複数並べて処理しようっていう、まあインフラ屋さんとしては真っ当な処理の方法ですね。これを検証してみました。ということで、弊社の中で、使用している環境として、まあ、NEXT CLOUD サーバーは、社内ネットワークの中にあります。そこから、とある、すいません、GMO さんじゃないんですけども、クラウドサービスに、ロードのサーバーを1個借りて建てました。一番安い構成なので、1CPU のどれぐらいだったかな、メモリも 2GB の、ディスク容量 15GB ぐらいの、VPS として最小限の構成の、サーバーでロールを運用しています、実際に言うと実運用上ではそれぐらいで全然構わないぐらいの負荷になっています。でこれを、クラウドサービスさんの、ロードバランサーの機能を使って、2台に構成して、やってみました。でどうなったかっていうお話なんですけども、検証、これは、内藤とかが去年の段階でやってた検証結果なんですけども、同時に2つのファイルを NEXT CLOUD 上から編集かけました。で各ロールサーバー上で、ロゴを参照してアクセス状況を確認しました。そうするとどうなったかっていうと、同一ファイルを閲覧しているのに、接続先のサーバーが変わっているっていう、そういう事象が発生したことが分かりました。これはおそらくは、ロードバランサー側の、動きの限界といいますか、クッキーベースで認証を通していれば接続先は、同じになるはずなんですけども、ちょっと、少々の事情によりそれができなかったっていうところがあったので、できなかったのかなというふうにな検証結果だったそうです。なので今後はそのクッキーベースで認証をかけて、同じファイルを開いている、同じセッションとしてファイルを開いている間は同じサーバーにアクセスするように、ちゃんと設定をしてやればこういった現象は起きないんじゃないのかなっていうところが今の私たちの見解ですね。ただ、何せ、ちょっと弊社もリソース不足なので、そこから先の実際に検証するっていうところまではちょっと行ってないというところ。サーバー証明書が必要という話をしました。先ほど申し上げた通り、インターネット上から、ロールのサーバーを呼び出ししまししてますので、当然ここの通信は HTTPS の通信になりますので、当然サーバー証明書がないと運用できません。なのにさっきの、ここですね、証明書、ロールにくっついてくる証明書でいいですよという話をしました。これどういう意味かと言いますと、外部公開するためのサーバー証明書は、通常の HTTPS を通信するための設定をするための証明書なので、ちゃんとした、特にインターネット上で公開するためには、ちゃんと正規の証明書が必要になります。そうしないと、ブラウザ上から当然この証明書はおかしいっていうふうにエラーが出てきてまともに使えないっていうことが起きます。弊社では、レッツエンクリプトを使って、最近ですと無料でサーバー証明書が取れますので、そのレッツエンクリプトを使って、安く上げています。
で、ロール自身もサーバー証明書が実は必要になっております。ただここは、ロールの中自体で、サーバー証明書を読んでいる形になりますので、証明書の有効期限さえ来ていなければ切れていなければ、オレオレ証明書で、要は自分で、サーバー上で OpenSSH をインストールして、その OpenSSH で自分で証明書を吐き出させればそれで、大丈夫です。ここは、ここ先ほど言った、このこのスラ伊藤瀬のスラロール WSD というところが、に、コピーしろといったサーバー証明書は、ロールで証明書で十分使えます。でそれで、実際に、エラー、ブラウザ上がエラーとして吐くこともないですというところですね。でただレッツエンクリプトを使うときには、通常の、有償の証明書、有料の証明書を使ったときにはまあ指定し、OpenSSL の設定ファイルで置いたところの証明書というのでいいと思うんですけども、レッツエンクリプトというのは先ほど言った3ヶ月で有効期限が切れるのを、空論で、自動処理して、どん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 新しい証明書を取っていくというスタイルを取ってますので、ちょっと一工夫が必要になってきます。で、ロールのデメリットっていうところなんですけども、ここ開発途上で安定しないはてなみたいな感じで書きました。ちょっとやる作業がありまして、ちょっと4月の28日に実際にダウンロードして使ってみたんですけども、コンパイルの途中で関数のエラーが出てきてコンパイルできませんでした。あれとかって思いながら何度やってもダメだったんで、結局、コンパイルを通った過去の弊社で持ってた過去の、ソースを使ってもう一回コンパイルしたということが実際にありました。で先ほど申し上げた通り、多数のファイルとか多数のユーザーが1台のサーバーに対して同時接続するということはまだまだちょっと難しいかなというのが実情です。まあ、もしかしたらこれ Google とか MS とかでも全く同じ状況が起きてて、それをロードバランサーのような力で解決しているのかなというところもあるにはあるんですけども、まあ、そういった工夫がまだまだいります。で日本語入力ももうちょっと、普通に使っているデスクトップ版の、LibreOffice とはまたちょっと違うかなというのが実情ですね。実際に Next Cloud から例えばこのファイルを開きます。こんな感じで、軽くの画面が開くんですけども、こんな感じで日本語入力、普通の日本語入力も、まあ、問題なくできたりしてて、ちょっと前のバージョンだとここのメニューの部分もまだまだ英語が多かったのが、日本語になってたり、最近だと日本語になったりとか、そういったところで、改良はまだまだ進んでいますけども、まだここを開くと一部英語が残ってたりとか、まあ、こういう形で、まあ、ローカライゼーションとかがまだまだ追いついてない部分は正直あります。まあ、ちょっとこんな感じで、さっき入力したはずなのに入ってないとか、まあ、こういったことはまだ起きますですね。ただまあ単純に見るだけであれば全然問題ないレベルになってきてますので、そういった運用環境であれば十分使えるものかなというふうに思っています。
はい、まとめとしましては、LibreOffice Online というのは、ウェブブラウザーから利用できる LibreOffice ですというところで、現状を言いますと、まあ私個人の見解ということで申し上げますと、NEXT Cloud のようなそういうファイル出力ツールで直接ファイルを編集したいという時の補助ツールの一つとして、使えるものかなというところにはなるんですけども、だからこそ、まあ、逆に言うと、デスクトップ版の LibreOffice とうまく使い分けをして、重たい編集であるとかそういったものについてはデスクトップ版で編集します。で同時にみんな、複数ユーザーで参照したりとか、そういった同時編集とちょっとした同時編集とかですね、そういったものをしたいときにはロールでいいのかなという、まあ、そういう使い分けが必要かなというふうに思っております。そういう意味で言うと、デスクトップ版よりも、クラウド上、要はインターネットの外に自社データを流さないっていうところを重視されるお客様であれば、導入のハードルはもしかしたらデスクトップ版よりも低いのかなっていうふうに思っています。というところで、まあ、先ほど言った通り、弊社、リブレオフィス、リブレオフィスオンライン、そういったところの導入について、サポートとかもしております。まあ、そういったところの、リブレオフィス関連の取り組みをこちらの、リブレ PC.jp というサイトで、公開しておりますので、また時間があればご参照くださいというところで以上になります。ありがとうございました。山本さん、ありがとうございました。それでは皆さんから、何かご質問とありますでしょうか。はい、ないようなので、あ、はい、先ほどロールのデメリットのところで、まあ、開発途上でコンパイルできないことがあったということなんですけれども、これはGS 版をコンパイルしてこうなったということですか。そうですね、最新のリリース版をダウンロードしたんですけども、この関数が足らないっていう、ちょっと私も記録しなかったんですけども、ここの関数でエラーが入ってるとかっていうのがあって、それがどこなんだろうっていうのを結局見つけられなくてっていうところが実際にありました。多分それで報告してあげた方がいいかもしれないですね。そうですね、はい、ありがとうございます。かもしれない。あ、すいません、質問じゃなくてツッコミなんですけれども、多分システム D のところは記述間違ってると思いますんで、ちょっとチェックしていただいた方がいいかなと思いました。わかりました、はい、また見ておきます。はい、以上です。はい、他ありますでしょうか。だけれども、村上さん、どうもご苦労様でした。これで、